皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日はお母さんの算数数学教室、学校再開前に復習しておきたいところというタイトルで、算数数学について主にお話しします。今コロナウイルス対策で学校休校になっていますよね。まあ、塾も休校になっています。でもこれ必ず再開します。最初の授業はリモート授業になるか、普通の教室でやる授業になるか、それは分からないんですけど、必ず学校は再開します。その時戸惑わないように復習をしようということで、今日お話を進めていきます。算数数学の場合、文章問題を解く場合でも必ず計算して答えを出しますね。ですから計算をするとき気をつけるところ、これについてまずお話ししましょう。1番、途中の計算を省かない、省略しない。なぜかというと、途中の計算を暗算で飛ばすと、これミスをする元になります。そしてまた間違えたとき、どこで間違えたかわからない、ね、やり直しても同じ間違いを繰り返しちゃったすると、自分の計算のどこが悪いかわからなくなってしまう。ですから途中の計算はしっかり書いて、ね、おきましょう。2つ目です。間違えた計算はやり直してできるようにする。まあ当たり前のことですよね。当然のことを言ってるんですけど、そのままにしておくと正しい計算をできるようになりません。同じ間違いを繰り返すことになりますよね。ですから必ず間違えたら解き直してできるようにすると、これをしておきましょう。3つ目です。数字や文字、これははっきり分かるように書くということです。特に男子に多いんですけれど、自分が書いた文字が読めないと、ね、6って書いてあるのか0って書いてあるのか分からないと。でうちの塾生にもいたんですけど、これ直すのにちょっと苦労しましたけど、なんとか今はしっかり書けるようになりました。はっきり書かないと読み間違いをしてミスをすると。それから誰が見ても読める字で書くことが大切です。テストの採点をするのはテストの問題を解いた人じゃないんですね。学校の先生、入試だったらその受験した学校の先生が採点をするわけです。その先生は採点するのに何百枚も採点するわけですよね。わざわざこれは何て書いてあるんだろうって考えて採点しません。読めなかったら即ペケですよね。こんなことでね、正しいのペケにされたらたまりませんから、絶対誰が見ても読める字で書く、ね、テストを採点するのはあなたじゃないんですよと、これを頭に入れておきましょう。ではどこを復習しておいたらいいか。新中学1年生、これ算数の部分で特に復習しておいた方が良いところ、これは計算の順序、どこの部分を最初に計算するか、次はどこか、これをしっかり理解できるようにしておきましょう。そしてもう一つは分数の計算です。分数の計算は中学になってもすごく出てくるんですよね。特にグラフやなんかの問題で出てくるので、この分数の計算はしっかり、計算できるようにしておいてください。さあ、新中学2年生3年生の皆さん、数学は教科書の例題の部分を使って苦手な部分、これを復習しておいてください。これなぜかというと、例題の部分は解き方が説明してあって答えまで出ているはずです。ですからこれを理解すればその問題は解けるようになるはずなんですね。難しい問題は解かなくてもいいです。とにかく基本的なものは必ず解けると、そういうことが大切です。ですからこの例題の部分を使って復習をしておいてください。それからもう一つ、英語ですね。英語、これはやはり教科書を使って基本文、文法とか熟語の使い方なんかを説明してある文が載っているところですね。その例文と本文、これをスラスラ読めるようにしておきましょう。とうちの塾生でも、この部分読めると聞くと読めるって言うんですよ。
でも実際に読ませてみるとたどたどしく読めると、でスラスラは読めないですね。でたどたどしく読めるというのは、これ文章を理解できる段階に発展しないんですよね。スラスラ読めるようになると、この単語の並び方やなんかも自然に分かるようになると。で本文は単語の意味と使い方、これは文章の中でしっかり身につくと。ですからスラスラ読めることが大切なんですよね。英語が苦手な人は中学3年生になった場合でも1年生の教科書から練習してみると案外スムーズに進んで2年生へ、そして今の段階へといけると思います、ね、2年生はもちろん1年生の教科書すべてスラスラ読めるようにしてください。そうすることで授業が再開した時、授業にスムーズに入っていけることができると思います。今回は学校再開前に復習しておきたいところというタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。